豊橋市立加茂小学校では毎年ホタルの放流を行っていて、今日は3年生と4年生の児童19人が学校近くの相田川でゲンジボタルの幼虫を放流しました。放流は今回で32回目で、ゲンジボタルの幼虫は4年生の児童が自分たちで卵から孵化させて育ててきました。いつも朝やって育てとったからちょっと寂しい。大人になって卵を産んでカモを明るくしてほしい。ゲンジボタルの幼虫は来年の5月頃に幻想的な光を見せてくれるということです。